ボリショイ・サンクト・ペテルブルク国立サーカスの正面、ボリショイ・サンクト・ペテルブルク国立サーカスは、ロシア・サンクト・ペテルブルクのフォンタンカ川に沿ったところに、ある国立のサーカスである。イタリア人の間のシニゼッリがロシアで、初めての常設館サーカスとして1870年代に創立されて、通常、シニゼッリサーカスと呼ばれていた。 現在の建物は1877年に建てられ、直径13メートルのステージがあり、150頭の馬を収容できた。建物の設計は、ワシーリー・アレッサンドロービチ・ケネリ。ソビエート時代になり、すべて国営化されて、1921年チニゼリは移民、出国してしまった。この建物は、様々な催し物にも使われてきている。その後、 フォンタンカ川に沿っているので、フォンタンカのサーカスの名前が定着した。1992年、ボリショイモスクワ国立サーカスと共に、国立のボリショイサーカスとなった。フォンタンカ川から見た、ボリショイサンクトペテルブルク国立サーカスの建物の裏側このサーカスでは、世界で初めてのサーカス博物館を併設している。最寄りの駅は、地下鉄のゴスチーヌイドボール駅で、 徒歩10から15分。ロシア以外で、ロシアのサーカスが公演する場合、ボリショイサーカス、ソビエト、ロシア国立サーカスなどの名称で行われてきた。ただし、これは、現在のボリショイサンクトペテルブルク国立サーカスとは、直接関係はない。ありがとうございます。